はい、1688回始めました。2023年10月8日ですと、ちゃっちゃとやってるんでね、あれなんですけど、まあ1688回ともなるとね、なんていうかね、同じような内容のニュースね、毎年毎年繰り返してるだけなような気もするんだけどね、ちょっとずつね、1年1年ちょっとずつ微妙に変わるんだけども、まあニュースは大体一緒だね、こうやって見てると。で今回信濃毎日新聞、お医者さんの話、これもよくあるんでね、もう何回やってるんだろうっていうね。しかも今日またこれね、多分2回後ぐらいにね、お医者さんの話あるんだな。若手医師の半数以上が長時間労働を減らしたいと言ってると。で、勤務医の働き方改革ね。これ、当直っていうのかな。宿直、宿日直。にも対応必要ということで、労働基準監督署がね、病院に呼びかけっていうことですね。これどこだろう、ちょっと信濃毎日だから長野県の話なんだと思いますけど、労働基準監督署などは2日、来年4月からの一般勤務医の残業時間の上限を、原則年間960時間などとする医師の働き方改革について勉強会を、佐久市で行ったと。労働基準監督署は、若手医師の半数以上が時間外労働を削減したいと、言ってるということ。医師とお医者さんと他の職種の間で仕事の移行や共有を進めるタスクシェアとかタスクシフトとか、そういったものを、の具体例、お話ししたっていうことでね。まあ働き方改革ね、今問題になってるのは、あの運転手さん、ドライバーさんのね、2024年問題、来年か、とよくね言われるけどね、ドライバーさんのお話ね、トラックドライバーとかバスの運転手さんとか、まあ規制ね、あの上限、残業時間のね、月あたりの上限がちょっと厳しくなるよということで、来年から、物流問題とかね、心配されてますけども、まあこの働き方改革ね、まあ必要なんだろうけどね。お医者さんも大変みたいね、見てるとね、本当に宿直とか夜勤とかね、それがじゅんぐりじゅんぐりあって、なんて言うんだろう、でその時間通りに物事進まないわけですよ。だからね、早出の時もあるし、休日の時呼び出されることもあるし、残業もね、恒常化してるしみたいな感じでね、自殺したりしてますね、若手のお医者さんとかね。本当にまあ長時間勤務っていうのはね、いくら頭良かろうと、お医者さんだろうとね、トラックドライバーだろうと、学校の先生だろうと、長時間労働長時間勤務っていうのはね、やっぱりね、メンタル壊す、ね、自殺に追い込まれるね、体力があるとかないとかの問題じゃないから、長時間拘束っていうのは。まあ個々ね、個人、なんていうのかな、西部っていうか、組織内だから言いにくいとかね、いう立場にないとかね、立場低いとかいろいろあるんだろうけども、やっぱり自分の命守るのが先決だから、やばいと思ったらその組織逃げ出すことだと思いますよ、私は。本当に、私はね、自分守るっていう立場で、なんかこう生きる上で逃げるっていうのも偉いね、なんていうのかな、毛嫌いする人たちっているんだけども、私はそうは思わないけどね。もうこれ言ってもダメだと、言っても意味ないと、言うんであれば、あれこれ言わずに、自分の身を引くっていうので、もっとなんていう、楽なって言ったら変だけど、例えば長時間労働だったらね、長時間労働じゃない業界っていうのもあるしね、しっかり、なんならパートアルバイトだっていいんだから、お医者さんだってパートアルバイトだっていいんだけど、っていう感覚っていうのはね、私はね持ってた方がいいと思う。これね、ほんともったいないよね。せっかく大学何年行って、大学院まで行って、ね、研修医やってお医者さんになって自殺したみたいなね、何やってんのっていう話になるから、お医者さんに限らず、どの業種のどの職種でもそうだし、長時間労働っていうのはね、自分見失っても判断能力もなくなって、
死に追いやられるみたいな感じだからね、うん、それを後からどうのこうのね、業界に対して、うん、その会社に対して言ったところで命を落としたんではね、もうどうしようもないしね、うん、死人に口なしなわけで、私はね逃げる一択だと思うんだけどね、こういうところ組織に入っちまった場合はね、はい、ということです。まあこのお医者さんのね長時間勤務のことはもうちょっとしたらまた出てくるんで、そこで詳しくお話ししたいと思うんですけども、まあうん、来年からね医師の間でも働き方改革でね上限規制、うん、残業時間の短縮とかねそういうのかかりますよっていう話でした。はい、勤務医の9割がねなんと、うん、長時間若手医師の、うん、半数以上か若手医師の半数以上が長時間労働を減らしたいと言ってるっていうことです。はい、チャンネル登録高評価再生リストの利用お願いします。失礼します。